ネガティブな感情をどのぐらい感じてて考えても、あなたが欲しいものは手に入られないわけよ。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日もワクワク楽しくやっていきましょう。 All right. でね、超テンション上がってる理由があるんですよ。なぜかというと、すごい情報を皆さんにシェアできるんです。なんか不安になっちゃうっぽい人っていないかな。俺なんてよく考えるとさ、なんか1日5回ぐらい不安になってるんじゃないのみたいな感じで、で不安になると、この不安嫌だとかなって、直したいみたいな感じで不安を直そうとするんだよね。でまあね、ちょっとどういうことかっていうとね、英語にするとね、これね、ちょっとね、ノート取って話してるんだけど、 So this is like a really big deal for me. 本当に僕もこれを知って、あ、これ結構でっかいなって思ったんですよ。 で考えると当たり前なんだけど、結構でっかいのね。それは Negative emotions do not bring you what you want. Okay? ネガティブな感情をどのぐらい感じてて考えてもね、あなたが欲しいものは手に入られないわけよ。手に入れることはできないわけよ。ネガティブな不安を、不安は、不安を考え続けること、不安を持ち続けることは自分が欲しいものを手に入れてくれないわけよ。あれ、ちょっと当たり前に分かりやすく説明すると、でお金っていうのは貧乏になる不安から入ってこないわけよ。ね、貧乏になっちゃう、怖い、家にも儲からないんだってなってると、どんなにそれ思っててもお金はそこから入ってこないよな。お金はどこから入ってくる？ね、自分がワクワクしたりとか、自分がやりたいことを仕事にしたりとか、ね、ね、普通の給料っていう感じじゃなくて、本当にお金の流れを感じたいんだったら、なんかやらないといけないよな。ね、普段やってることと違うことを。でそれ、いがらげでエクサイレン、いがらげでワクワク、うわーって感じで楽しいなーっていう感じじゃん。その楽しいな、ワクワクするな、やってみようかなっていうことが、このエクサイメント、このね、波動があるじゃん。エクサイメント、ワク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 、 right? That excitement, you feel that excitement, what that do? You bam, you move, and you take action. アクションやろ、行動やろ、いつでしょう、今すぐパーンってやって、アクション、動くやろ。このでっかい体重が実際に動くわけよ、このワクワクに乗るとね。でそこのエネルギーがドーンっていって、他の人にぶつかって、あ、その人もいいねってなって、バン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 ってなって、あ、ウェブサイト作った、副業スタートした、うわーみたいな感じで、そういう感じで実際にお金入ってくるよな。なでも貧乏になっちゃうっていう不安、お金作ってくれる？リアルにこの3次元の話で、3D で。いや、貧乏になるから怖い。あ、やだ。あ、それやりたいんだけど、俺貧乏になるから怖い。やだ。本当は副収入したいんだけど、やってみようかな。あ、でも私はうまくいかないよ。怖い、怖い。ある？その感情は、お金を生み出してくれないわけよ。その感情は、お金が入ってくるところを実際に 3D の世界で作り上げる行動につながる、ガソリン、廃屋のガソリンにならないわけよ。わかる？あなたの行動っていう体のエンジンに入れるガソリンはワクワクのエネルギー系がいいわけよ、波動が。ね、ここに恐怖の不安のガソリン入れると、なんかエンジンが故障しちゃうわけよ。で故障してもあなたは行動を続けてるんだよ。わかる？不安で動けねえと思ってる人は行動してるのよ。こうやって動いてる人と、ふーって動いてない人、両方人生の中で、宇宙の中では行動してるわけよ。どういう行動をしてるって言うと、行動しないっていう行動をしてるわけよ。で、ちょっとこれどういうことかっていうと、ね、外に行って本を読めた、外に行って誰かと会うことができた、どんか自分のワクワクすることを選んで動けて、自分のこの可能性が山ほどあるところで、いろんなことを実際に現実に作れたんやけど、何をしたっていうか、それを選ばなかったわけよ。なぜかっていうと、あなたはこの不安を選び続けてるから。
この不安を選んでるんだよ。いやクリスさ、俺不安選んでねえよ、かもちになれないっていう不安マジあるんだよってね、こうやって不安感じてうーってなる。自分がこの不安を選べられないんだっていうことを実は選んでるのね。ね、今分かったかな。分かった？ちょっと難しかったかな。もうちょっと楽に説明するとね、ちょっとこれな、説明難しいな、どうやって説明するんだろう。 OK、 例えばね、だから自分がなんかあ、この間ね、俺すっげえことやってるのに、クリスさん元気でしょ。僕ね、プラントベースに変えたのよ。すっごいこれやばいのね。でしかも俺なんか野菜とかをクッキングしないで生で食ったりしてるのよ。何これみたいな、初めてこんなエネルギー感じてるんだけど、でどういうことかというと、ある日今ちょっとアメリカに行く引っ越しで、で明後日からアメリカ、明日アメリカ行くんだけど、だから家の植物、あの食べ物がなくて、冷蔵庫が何もなくて、やべえ、家帰って何しようかな、ドミノチーズピザ食べようかなとか、あーまたなんかチーズバーガーをフレッシュネスで連絡して W バーガークラシックケチャップ多めしたいなみたいな感じで、きついみたいな感じだったっけよ。マジなんかきついで、あこれもまた今日も家帰ってなんかこういうジャンクフード食べて、なんかわかんねえけど YouTube 見て、はあ仕事してる方が幸せなんだけどみたいな、マジそういう感じだったんだよね。でそこでちょい待てよクリスみたいな、ちょい待てよっていうのが聞こえたわけよ。 OK クリス、まず可能性だけを考えてくれって言われたわけよ。は？可能性だと？そうなんだ。もし君がすっげー人間になってて、ね、すっげー人から尊敬されてて、愛されてて、仲間もいっぱいいて、もう健康で、もうバチグーの超いいやつのクリスが未来にいたら、そのクリスは何を選ぶって？多分わかんないけど、どっかスーパー行くよな。そうだろう。で肉のハナマサのところ隣のところにオーガニックのスーパーマーケットが余裕があるの、あの交差点のところにあるだろ。あるよな。なあ家に電動自転車あるだろ。ある。でも俺バーガー食いたいんだよ。いいよいいよ、バーガー食いたいのはわかるよ。でもどっちの未来が欲しいのかって。いやそれは健康だよ。ねえねえっていう感じで、これ実際に超超難しかったんだけど、この俺が想像してたなんか幸せのクリスさんみたいなクリスが、そのクリス、そいつだったら絶対チャリ乗ってオーガニックスーパーマーケットに行ってるって分かったわけよ。でとりあえず俺家帰ってバーガーに引き寄せられてる、ドミノピザ、いやいやいや、とりあえず鍵だけ荷物を下ろして、とりあえずチャリに乗ろうみたいな感じ で俺の電動チャリカチーンって開いて、こうやってカチカチグーってやって、バーガーとか言ってさ、チャリ乗ってるわけよ。で俺気づいたの。ちょい待てクリス、ちょい待てよ。なんだよそれさ、今さ俺もうチャリ乗ってんじゃん。これで不安止めても、多分俺このままオーガニックスーパーマーケットに行けるぜ。そうだよな。っていうことは、オーガニックマーケットに行って、オーガニックスーパーマーケットに何買わないといけない、どうやって料理作んのとか、そんなの心配しなくていいわけよな。とりあえずあの幸せなクリスは絶対行くから。うん。ねえ。じゃああんたもう心配しなくていいじゃん。だってチャリ乗ってるぜ。何これみたいな、確かにチャリ乗ってるみたいな感じで、なんかすっげえなんか、でその時にもなんかいろんななんか人と出会えて、なんかすっげえ植物屋さんのおばちゃんがいて、へーみたいな感じで、へーみたいな、なんかいい会話で、そのままチャリ乗ってオーガニックスーパーマーケットに行って、なんかめっちゃうまい食事をなんか初めてで、家帰って、でなんかサラダビーツオーガニックとか切ってケールとかやって、マジ俺サラダ食ってんのよ夜、おーみたいな。ねで次の朝、なんか勝手に俺もっとサラダ食いたくなったの。なんか卵とかバターとか、なんかベーコンとか、ベーコンはなかったんだけど、バターと卵買ったのよスーパーマーケットで。なんか体がバターじゃなくてココナッツオイル使いたいとか、体がもっとこのケール食べたいとか、ビーツ食べたいとかなってきたのね。ね、なのでね、これね、バーガー食いてーみたいなこの不安、実は選んでるんだよね。選んでるんだよね。この箱にいるんだよな。で、この箱から抜け出す方法は
ね、またの次回で話します。これめっちゃ深いぜ、めっちゃ深いぜ。これねすごい引力があるんだよ。過去に普通になってたものがこれを選んで自分を変えていくときに自分のメンタルは変わるんだけど自分の現場がまだ変わってないっていう時があるのね。これは次のビデオでします。 All right? すっげえ面白い話があるんだよ。 All right? So I just want to tell you, okay? 不安になってる時、right? リアルに考えて、その不安を手放すっていうのはめっちゃ難しいと思うのね。俺としてはすっごい難しいんだけど、この不安は不安を感じてるから自分が欲しいことが手に入るかって言ったらそうじゃないわけよ。だから考えることどっちすればいいかっていうと、幸せな自分がもう叶ってたらどうなってるかっていうところをもっと考えるわけよ。そっちの引力をもっと強くするわけよ。ね、するとちょっとずつその不安を外して、だからね、どんなに金持ちになりたいと思ってても俺貧乏になるんだっていう不安は絶対金持ち出せないから。なぜかっていうと金欲しいんだったら行動が必要だから動かんといけないから、不安っつったら動かないわけよね。だからワクワクすることを自分のブコブコってフィールタンクに入れるとブワーって動くわけよ。行動行動ポンポンポンで、そうするとそこの引力みたいなのがついてくから、エネルギーがバーンってちょっと溜まってもまたまだ動いてるわけよ。世界がドン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 ってアポ入れてるとか感じで、あ今日やれたらけど次の日はアポあるからもっとファイトとかで、その流れに乗れるんだよね。ね、でたまにこの流れで壁に当たっちゃうっていう時もあるから、それについてもね、いつかお話します。どうすればいいんだろう、もう動けねえぜってなったら、実はその壁があなたに超大切なことを、実はそれで学べるチャンスがそこにあるのね。だから壁に当たって鼻血出したら逃げない、シーンってする、頭の中がこれやだやだ怖い怖い怖いやって叫ぶけど、まだ何にも動いてません。これはニュートラルね、悪いって思ってたら悪いっていう風になるから、絶対いい面でも捉えるから静かにしてくださいって、うん、です。今に戻す。 Alright, thank you so much for checking out the video and I will see you next week. ありがとう。 Woohoo, love you guys.